ガチ。ジャパンないよね。ダートライブホームにジャパンモードあったら激アツだけど。必要がない、ね。いたずらにあのみんなセパで苦しむだけで。クレームがジャパンモードって何ですかって言って。西谷プロはダーツ回転かけてますが、ミスして引っかかけることはないですか？あります。ただまあ引っかけ方みたいなのが、そのなんか。ミスしてもいいような感じでやってるんですけど、まあでも確かに引っ掛けるときはある。めっちゃ引っかかっちゃうときね、どうしてもあるんですよね。引っかかってどっか変なとこ飛んでいく、それとも本当変なとこ引っかかるときありますね。飛びがおかしくなるだけとかじゃなくて、いや飛びどころかを指で叩いちゃうときありますね。まあでも大体ね、立ち方悪いんですよね。立ち方っていうかなんか自分のこの前傾姿勢の感じが違ったりとかして。やっぱり腕どうのこうのよりも土台、いえ土台、先行もらいます。画面触っちゃう毎回。そっち触っても何も反応しません。そっちも反応するようなモニターっての売ってるんですけど、結構高いんですよ。あ、そうっすね。いくらぐらいですか？ 4、5万します。いや普通の24インチとかで。お願いします。ゲーマー、前田智之さん、こんばんは。緊張した時の対処法があればご教授中お願いします。全然読めねえな。ご教授お願いします。緊張した時の対処法。緊張した時の対処法は、まあもう本当、対処法ね、単純に一番簡単なのはなんかリズムを刻むか、歌を歌うとか、あ、声出すとか、なんか頭をちょっと別のところに散らすといいかもしれないですね。体が考えすぎるとダメなんですよ。なんだっけな。多分緊張の度合いが違うと思うんですよ。今質問してくれてる人って、本当 に苦手で。心臓バクバク言って呼吸おかしくなってて、ないじゃないですか、ほとんど多分。まあないんですよ、ね、俺もないんですよ。そんなに緊張はしますよ。あ、いや昔はありましたよ。昔は緊張はするけど、多分緊張しいの人の度合いと違うんですよ。だから緊張はするん、緊張はするんだけど、もっとゲームに集中するとか、集中できてないから緊張しちゃうんですよ。やっぱ対相手、対後ろの目、自分が打てなかったらどうしようとか、そういうのが重なって緊張しちゃうと思うから、それは集中してない。そうじゃなくて、もう入れる、まあパニックみたいになっちゃう、ね、そう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 、まあ、いましたそういう人って周りにも。まあね、緊張は多分トップランカーでも全員、ね、してます、うん、なんか正直ただ対戦相手も自分と同じか、まあ、ハイレベルなれば、決勝戦なんてね、相手が自分と同じかそれ以上にうまいわけなんで、絶対緊張するんですよね。緊張はするんです、するんで。やってもうた。まあ今のジョージさんの歌歌うとかもそうだし、笑うとか、あとひどい時ジャンプする、体使う、なんていうんですかね、こう運動を下手にする方法っていうのがあって、細かく一個一個意識するっていうのをやると止まり始めるんですよね。なんで自分の投げ方とかスタンスに入って構えて投げるまでを流れで覚える、こう映像で覚えるみたいな、いや写真でストップしたモーションで構えはこう、テイクバックはここ、リリースはここみたいなやってると、本番でピタッピタッピタッみたいになるんで、そうじゃなくて1、2、3で構えたらポーッと引いて、リズムでこう腕が勝手に動いてるぐらいの、危ない。相手が投げ終わって帰ってきたらもうこれルーティーンに入ってて、それをやれば多少緊張しててもいつも通り、腕が触れればいつも通りの結果が出るんじゃないかみたいな。今まで誰と対戦した時は一番緊張しましたか？誰ですか？僕は読まない方がいいな。読んでいいですよ。
俺あれですね、あのやっぱ入れ替えじゃない、あの移籍してすぐの柴田洋さんとの決勝が、決勝仙台、あれはやばいですよね。そうだよね、注目だったもん、ね、あれは。ああ俺は現地で見た。いやー本当にシーンとしてた、あんなに人がいるのにシーンとしてた本当にあれ本当こうってなんかエアコンみたいな音聞こえてマジかこんなことあるんだ、やばい、これはやばい。さっきなんかワンブルかなんかしたよな。おハスミン、ハスミン、あハスミ、ハス、ハスミさんとは緊張するんですかね、どうなんでしょうね。いや緊張しますよ、してましたね。おあやっぱり知り合いだとね、余計負けたくないとか近い存在だとあるまあお互い手の内知ってるんでね、最も嫌なことやってくるんで、うん、とかまあわかんないけどあれですよね、逆に身内だと安心して打ってくるっていうのもあるんですよ、うん、だからいやさっきまで絶対緊張してたのに俺と当たるってことは多分こう伸び伸びくるなみたいな。西吉さんめちゃくちゃ下手っぴなんですけど、ジョージさんとのチャレマとかプレイヤーデーに遊びに行ってもうし、でもしらけたりしませんかね。しないですね、全然ないですよそんなことは。逆に来ない方が寂しすぎるんで行ってあげてくださいじゃあオートハンデがすごいつくんで、うん、その方が多分勝てると思います。頑張れば。お客さんがいてなんぼの商売なんで、人が来ないと寂しいんですなのでいっぱい来ていっぱい対戦いっぱい投げてもらう、投げた方が多分本人嬉しいと思いますよ。めっちゃ興味本位な質問です。目隠ししても投げれますか。多分投げれますよね。目隠しダーツはやりたいんですよね、やっぱできるようになりたいですよね。多分できでやってましたね。本当に体の動きを把握するぐらい体がもうそのなんていうんですか、勝手に動くぐらいになってればできるんじゃないかなと思うんですけど、でも目隠ししてまっすぐ立つだけできついですよね。なんか目隠ししたら倒れそうになります。あどこの場セットしてからじゃないの、 目隠しって全部もうあ全部じゃないんか。 せめてセットのセットそう一番そうだね、そうだね、そっか、ぐるぐるバットした状態でやる。スタンスに入る前から目隠ししてたら無理っすもんね。もう無理、それは全然無理っすよね。怖くてしょうがない。じゃあだって どっからすんの。おっきに足かってぶつけたところからからやっていくのかな。あなんかきつい気がするな。なんかこの狙う動作が来る前になっちゃうと、あリリースの直前ぐらいだったら全然関係ないですけど、セットテイクバックし始めの頃とかテイクバックしきった頃とかに目パッてつぶって投げることはありますよ。それはできる、できる。なんか癖になりそうで怖くてやれないですね。さすがにセットからの話ですそうだね、もう分かんないっつ人怪我しちゃう、周りで見てる人怪我しちゃう。たけるくんこんばんは。たけるくんすごいでしょ、いいでしょ。たけるくんも今から遊びに来れば間に合うか、明日学校か。たけるくんってあの小学生の子ですか。そうあ札幌で写真撮ってもらってた。あもうなんかねえスーパー小学生、次世代のあれが恐ろしいっすよ。10年くらい、8年後ぐらいにはもうジャパン取ってそうですよね。もうあのプレイヤーデーとかチャレマーのイベントとかはもうぜひ電車で5時間以内なら行ってあげてください。もう全然行きましょう。コーク、おっ11でチョイスですね。なんでそんなはず、まあ、ほんとあのコークを外した時のみんなの一言を集めたいですねチーとかいうやつを全部みんなの集めていきたい。
大体俺見てると鼻の穴広がってる人多いですよ。あーって、うわー、鼻の穴広がってる。うわーって何ですか。グリケで。ゼロワン選ぶやついないよ。つぼくんだ。あ、つぼくんだ。昨日ありがとう、つぼくん。帰れたかい、無事。2時間半かけて来てくれた。あー、ありがとうございました。とんでもない遠いところから200何キロ離れてるか、200キロぐらい。焼き鳥さん、オープン大会みたいなのを乗って意外と中学生とかいるんですか。まあ、いますよ。最近多いですよ、やっぱり中学生、小学生。なんだよ、冷やかしかよみたいな感じで見てたらめちゃめちゃ打つのね。なんだこの子みたいなのいっぱいいますよ。あ、ちやらかしたー。なめ、なめてかかった音、なんかボコボコにやられる姿を何回も見ました。ジョージさん、昨日ありがとうございました。つぼくんです。勝てますかね。いや、もうそれはやばい。これはやばい。フライトクラスで出てるんで、実力は同じだと思った方がいいですよ。自分と同じ実力だから、もう全力、大人だろうと子供だろうと全力で泣かす、叩き潰す。前田智之さん、シャフトの長さとフライトの選択のなんて読むんですかこれ。こだわりなどありますか。自分は優柔不断でコロコロ変えてしまいますと。まあ、多分大体がこれをベースにちょっと長くちょっと短くっていうのがあるとは思う。ジョージさんの場合はターゲットから発売されてるものじゃないと使えない、もしくは8じゃなきゃ使えないのかな。まあまあ使えないっていうか、まあそのなんていうんですかね、長さ全体像、自分のバレルを含めた形でその全体像の長さは合わせる、いつも通りにするっていうのはあるから、バレルが短ければシャフトは長くするし、バレルが長ければシャフト短くするし、まあ、今多分質問くれた方はプロレベルとかそのぐらいまでではないのであれば、コロコロ変えるのもありですよ。こんな感じだとこういう飛びをするんだ、こういう軌道を描くんだ、短いとこんな感じなんだってのも体で覚えるのも大事だし、短いとこういう投げ方なんだ、長いとこういう投げ方なんだと、フライトがちっちゃいとこうなんだとか、まあ、一個一個なんか自分であれを持った方がいいですよね、基準を、うん、でそうやっていくうちにベースができると思うんだよね。自分は例えば300がベースで、ちょっと飛び悪いから長くしようとか、シャフトに飛ばしたいからフライトちっちゃくしようとか、そういう基準がもうめっちゃ短い人もいるし、長い人もプロの中ではいると思います。なあ、マジかよ。青井が1セット目取りました。ゴレグにしよう、ゴレグにしよう。あ、セパじゃない、2セット目セパ、あ、セパ2セット目セパじゃない、だって連戦でしょ。確かに。あ、じゃあセパやるか。効果は連戦なんで、セパやりますか。あ、5レグでセパやりますか。俺、いや、3レグでいいよ。そしたら繰り返しでできるから。つぼくん、意識飛びかけたけどなんとか帰りました。危ない、危ない。カメラどれがどれなんだ。これが俺ら映ってるやつ。そうですよ。あ、そうです。なるほど、なるほど。これは俺専用です。僕の声は入ってんすかね。結構入ってんのかな。入ってますよ。あ、ちゃんと入ってます。大きめに。いやー、ワンビットいただきました。続きましてセパブルですね。はい、今週末の福岡が2連戦なんですね。2連戦で1戦目がセパ、違う、1戦目がファット。これ設定した方がいいの、それとも、あ、なってる、なってる、なってる。2戦目がセパなので、さっきはファットで葵が 2-1 で取ったので、今次はセパブルで。いかん。西谷ジョージプロ先行でスタートです。まあ葵がね、この雰囲気を、ね、あの投げ慣れてるっていうのもあるしね。
よっしゃサバ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 プレイヤーチェンジボタン、プレイヤーチェンジボタンをあれ何なんですかね、何で感知してるの、光静電気じゃないですか、あ静電気、あ電気、タッチセンサーだから、あそういうこと、微弱の電流を感知するの、感知するんじゃないですか、へえ、タッチパネルと同じだと思います、へえ、前からなんでなんだろうと思ってました、今度アウェー戦やるしかないって小さいお子さんいるのでご自宅には行けないですよ奥さんに怒られちゃう超狭いですよ、この半分ぐらいしかないんで、あ高さがだからもうあ高さ一緒ぐらいじゃないごめんなさい邪魔してます、すいませんでした、これは申し訳ない縦半分だったらね、すいません邪魔しました逆に上手くなりそう、なんか直線に飛ばせそう暑いんですよね、とにかく部屋が、あパソコンが熱を出すから須田さんからスパチャが1000円飛びました、福岡頑張ってきてください、ありがとうございます、ございます、須田さんさっき下にいた下に俺はもう須田さんありがとうございます、その場合はドリンクを上に持ってきてくれた方が確かにもらっといてあれですけど先行でいい上がり目が出ました、ここ121何引っ掛けた、 You require 140、 いやナイスです、いや危ない、こういうワンチャンは逃しません、さすがです、あなんか早かったもんね今青いの3投目、あ違うこっちかこれ俺も画面押してもらう、よっしゃ、セカンドレグゲームオン、すごい今日の最高75人、素晴らしい、もうちょっといったのかな、あでもすごいな、なんだところに、ゆたたたたたさんこんばんは、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、勝負どこだとは思います、おーすごいナイスナインナイスナインマークです、
冬だった福岡は2連戦あるんでセパとファット両方です。最初ファットで2日目がセパですね。福岡が2連戦プラスエクストラステージでポイント 1.5 倍なので、福岡はもう本当行かなきゃ損みたいなステージなので、お82名様いらっしゃいませ。素晴らしい。このチャンネル初めて80名っていうね、同説初めて見ました。いつもの倍の人が来てくれてます。すごいね、3万人の VTuber の人が登録してる。ゲームやってて40人ぐらいしかいないんだよ、見てる人そんなことないですよね。いや3万人、ほんとほんとほんと、そう、俺の知り合いとかそんなもんで60とかすごい。でもすごいっすよ。素振り、あー堀江門さんご無沙汰してます。大丈夫です、僕堀江門さんの YouTube 見てますよジャパンで優勝された時にお魚を クエをクエはクエがクエをあの素潜りで、え、ぼ、なんつう、森みたいなの作るじゃないですか、うん、そういう漁師さん、おえ、鹿児島の、鹿児島の、で、YouTube もへぇ、で、こんな、もう身長ぐらいあるクエ取るんですか、やばクエとかアラとかがいいですね。え、嘘ですよ、冗談です極まってる人として体力的にきついのは当たり前だと思いますが、ファットの次の日にセパあると調整とか調整大変とかありますか。意外にどうなんでしょうちょっとこれはこれは0円いくか、0円いっぱい出てるジョージさんに聞いてみましょうか。これは0円いくか。連戦でセパ、うん、ファットなんか大変とか、はい、調整大変ってありますか。まあ体力がきついですけど、それぐらいじゃないですか。調整も何も、まあ、普段から練習してますからね。そうですね、あっちもこっちも、まあ、2試合目の方が年齢いってる人たちがヘロヘロになってるかもしれないですね。そうなんですよね。は嘘だろ、はい、ブラえセパをブラックスタートしたの。あバカパッとの話してセパブルでブラックスタートブラックスタートというね昔俺あの D クラウンやったことあるんだよね。昔 D クラウンって3レグ目セパファットクリケって3つ選べたんだよ。やばいそれプロの試合でやってほしいよ、ね、伝説になる伝説になる。すげえ。カルロスさんダーツ最近始めたんですけどレベルが違いすぎて。それそうですよ須田さん大丈夫自宅からなのでドリンクはお店中央ですいませんありがとうございます須田さん、ありがとうございますごめんなさい須田さんからありがとうございますスーパーチャットいただきました。カルロスさん最近ダーツ始めたんですけどレベルが違いすぎて。このお二人はですね、西谷ジョージ選手もしご存知なければググってみてください。 YouTube とかで日本のトップクラスですね。今ジャパンのランキング何ですか。16ですね。16ですけどもその下までもう20何位まで多分団子なんでね。試合でちょっと1試合でランキングがだいぶ、うん、全然変わりますね。てかもうトップ30の人誰が優勝してもおかしくないレベルなんで、本当にかわいそう。今トップ16じゃなくてもう一つ下げてほしい。トップ32から賞金出るみたいなぐらいで、まあでもまあそうなるかもしれないですね。賞金金額がね全体で上がってくれればいいですよね。まあね去年今年って団体が実績出してくれればっていうか出せればって感じじゃないですか。無駄遣いが見える時もあるけど、まあそれは置いといて。ホタテさん伝説ね、セパブルでブラックスタートっていうね。セパブルブラックスタートはマジかっこいいよ。びっくりだ。ダブルインでもないからね。ダブレベルは違いすぎます。数字だけで言えばこのうちの葵くんもかなり日本でも。少数かなり少数 0.0 何パーセントぐらいのレーティング18っていう、もう本当
ッププロレベルの数字を持ってますんで、まだ活躍はそこまでできてませんが、たけるくん、あおいさんナイスブラック。セッパですげえ、セッパでブラック、セッパでブラック。おー、ナイスアウト、ナイスアウト、なめっぷされたぜ、なめっぷされたよ。葵くん、ジョージさん、初めて買ったバレルは何ですか？僕はターゲットのガールズプレイっていうハイビスカスが書いてあるダンスでした。ガールズプレイ、はい。いくらぐらいですか？いや、もう覚えてないですよ。なんか朝起きたら家にあって、自分の部屋に、で酔っ払って買ったの。そうそう、財布からお金が減ってるみたいな。葵くんは何ですか？ハローズのアイス、アイスシリーズ、アイスシリーズの何かを買ったやつ、うん、ギザギザのやつだったり、ギザギザ、うん、ハローズのアイスシリーズ。私はトリプレイとグルーブ8シリーズ、箱に入ってるやつ、ケースがこのぐらいのケースがついてる、8って書いてある、8じゃねえ、8くらい書いてある。続きまして何ですかこれ？ファットファット、まあ、セットカウント今レグ負け、レグ負けですね、やばい。セットカウント 2-0。 セパ設定してたの？そうです、さっきセパ設定してたんです。セパ設定してたから、アウターだったら25点だったのにブラック出しちゃったんですね。だから150点取れたんだけど。え、セパなってる？本当だ。本当だ。セパ、最初から。まあまあハット出したところから。いやだから本当あれ、 D クラウンは出たことは？あ、僕 D クラウン出たことない。もうその時はまだ。そうっすね。D クラウンが本当にやばくなった時、12年の最後に出たんだよ。12年の12月ぐらいに出た。だ、実質2013年からプロスタートみたいな感じなんで。D クラウンの時の3レグ目、そのなんかいろいろあったんですよね。 D クラウンもダブルスあったりとか、うんうんうん、あったんですけど、 D クラウンの時にその3レグ目セパ、もしくはファット、もしくはクリケットと選べる時に、俺はファット選んだと思った相手、セパってハット出してガッツポーズしたら75点しか削れてないっていう状況ですね。さあブラック返し、ここでブラック返し、葵さん強い。トリプル8、あ、トリプル8キラー57当時買いました。どんなんだキラー57、どんなんでしょうか。僕もつい最近知ったんですけど、あれトリプルレイトじゃなくてトリプルレイトらしいですよ。なんであれしたの？まあトリプルエイトなんでしょうけど、それがなんかトリプルレイトらしいですね。さあもうキラー57出てきましたね。あれですね、オレンジのケースに入ってるやつだ。たけるくんが、石谷さんナイスブラックと。ありがとうございます。あー、はいはいはい、わかりましたわかりました。いいダーツじゃないですか、すごい。ブルパだ。ダーサー今の。打った瞬間やったー、しかも大事なとこ外す。やるやる、マジかよ。葵さん、いつでもジャパン入れ替え戦残ってもおかしくなさそう。おかしくないです、実力的にはおかしくないんですよ、うん、
だからその入れ替え戦に残ってもおかしくないっていうレベルはトップもう50ぐらいの人はもういつ残ってもおかしくないっていうか、本当にトップ5、60の人はいつでも入れ替え戦残れそう、残れるレベルにいます。アボイはあんまり参加数が今年少ないんで、まあ、経験値みたいな感じですかね。経験値は確かに。葵さんのグリップも特殊に見える。葵のグリップはもう超特殊ですね。ドラえもんグリップでしょ。そうっす。説明しますか、私が。でもね、一番なんか理にかなってるとは思う。理にかなってる、腕がこう綺麗に出せると思う、その前に。でも物を支えるっていう点では絶対なんかこうやって右なんか挟んだりなんかすると手を前にバーッと伸ばしていったら突っ張っちゃって、はいはい、最後パッて手伸びるじゃないです か、 なんかこの時の手のこう開き方がこうなんていうんですかね、コントロールできないからこうリリースの時おかしくなりやすいですよね。でもこのグーの人はドーンって終わりだからなんか安定しそう。グー確かに。上原さん、え、あ、ちょっと最初が読め、 ARC 上原さん、西谷さん、 DLO でお見かけしました。ありがとうございます。 DLO って仙台、仙台ですね。ライブオープンの仙台、仙台ですね。僕はなんか仙台行きましたね。行きましたね。いやほんと直樹さんと組んで、てんやわんやの直樹さんと組んですごい頑張ろうと思ったんだけど、ちょっと僕がヘボくて負けちゃった。それいかん、外しい。西谷さんのグリップで、ん、西谷さんのグリップ浅めでしたっけ。僕は浅いです。人差し指めちゃめちゃ浅くて親指が少し深いかもしれないです。人差し指はもうダーツの横にあるぐらいです。中指も横に添えるだけって感じです。本当に添えるだけって感じ。こんな感じなんでしょうか、横から見てると。いや、ダーツがないんで鉛筆とかこう千枚同士でこうやるんですけど、こういうこういう感じですね。ちょっと小指タッチ。いやー、これはやらかした。葵のグリップはここに輪を作って、これをキュッて上コース、あ、上で、上で、あ、上支えか。だから不安定なんですけど、最近その手がこうドラえもんみたいになったら安定したんですよ。いやー、これはこれをこう、あれ、これ俺すごいボンやばいミスしてないか。シュウさん、初見です、こんばんは、ありがとうございます。初見さんいらっしゃいませ、ただいま現在ですね、88名様の方がこのチャンネルに来てくださっております。ありがとうございます。本日はですね、西谷ジョージプロ、日本のトップ選手がなんとこのチャンネルに生出演してくれてると。でも、おわー、大事なとこ今入ってたら。このチャンネルは、普段私が配信の時はこう喋ってる、喋る役で、もう一人の帽子かぶってる青いプロが、投げる役。危ねでやってます。危なかったマジ。まあいろいろ上がってますんで、もしよければ動画の方を見てください。レクト君いらっしゃい、お疲れ様です、ありがとうございます。あ、こっちか、絶対間違えるんだけど。生ジョージさんだ、すげえ焼かれてるかもしれないよ、実は生、半生、半生かな、ボイルされてるかもしれないすごいでしょ、すごいんですよ、この函館にわざわざ来てくれて。アゲインっぽい、アゲインノーギャラで出演してくれてるっていうねノーギャラです。うわー、やらかした。よし、
大阪のクロスで1回一緒に投げていただきました。レクトさんですね。スーツ着てて動きにくそうだったのでえだったのにボコボコにされました。表彰式の時ですね。表彰式の時で多分尾崎さんにテキーラを飲まされて多分だいぶフラフラになってたと思うけど、あその説はご迷惑をおかけしました。え、俺勝ったの？え、外した？矢沢さん、ダーツのつながりっていいですね。いいですね、本当に。ダーツのつながり。もう今私の交友関係とか 100% ダーツなんで、100% ではないけど 99% ダーツですね。あともう同級生とかその辺なんで。ナイス、うわーかっこいい、ナイスクローズ。いやと、その瞬間に同節90名突破しました。ナインマーク、西谷ジョージプロのナインマークと同時に同節90名。すごい、90人だって、すごいわ。90人がこの時間これを見てくれてる。これはこれはいかんミスした気がする。うわー、ナイスチョイス、天才。名前のブランドってやっぱりすごいな。いやすごい、タイトル詐欺ではないからね。タイトル詐欺受ける。生出演っつってお猿の上地だけ置いてる。あれかな、ガッチャン生出演っつって。うわ、ライン返しました。ライン返しました。あー、ビットが、ビットが入らない。3ビット上に上げてきたよ、ちゃんと。すごっ、狙ったもんね、今ね、完全に。また負けた、マジかよ、マジかよ、全然勝てねえし。おい、今あんまり勝ちすぎると本番で勝てねえぞ。6と7なんだよ、キモ。これ僕ら知ってるゲームと違います、これね。これ僕ら知ってるゲームじゃないですよ。ほんとセパね、次セパですね。いい練習っすよ、僕はもう。仕事の、あ、じゃあ仕事遅いシフトなので普段見に行けなくてチャンスと思い見に来ました。ありがとうございます。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。このチャンネルあともうちょっとで3000人、チャンネル登録者数3000人いったら豪華プレゼント企画やるんで、 Twitter のフォローと、YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。高評価の方もぜひよろしくお願いします。めちゃくちゃいい試合だ、すごい試合だ、めちゃくちゃすごい試合だ、すごいっすね。ナイス、見てて興奮したもんね今。どうせ96名、これ100いくんじゃない、ちょっと100いってほしいんだけど、すみません、100いかせてください。あ、じゃあじゃあじゃあ、もうあれでいいです。お母さんとか息子さんとかお姉ちゃんとかお兄ちゃんとかの携帯でちょっとチャンネル登録じゃなくて開いてください。この開いてください。今96までいきましたよ。おちぼさん、お疲れ様です、ありがとうございます。チャンネル登録ありがとうございます。僕は知ってるトッププロの試合ですよ。お、初見さんいらっしゃいませ。荒垣結衣さんが来ました。そう、やば。いつも見てます。いつも見させていただいてます。荒垣結衣さん、はい、逃げ恥、はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。どうせ100見てみたいな、100見てみたいな。うわ、
ちょっとこれでもあれかな、やっぱ LINE でちょっと工作し始めて一応60人ぐらいいるんで、いやこれはいやちょっとさっきからさっきからもうタイ、こう見るとジョージさんのラプターを持ちたくなる。ありがとうございます、お買い上げありがとうございます。ダーツハイブは24時間ウェブサイトで購入できますので、ぜひ。早投げやめたんですね。早投げはですね、早く投げようと思ってたんだ。いやね、ちょっとね、逆にね、やあれナチュラルなんですよ。ナチュラルで早くなってた。ナチュラルだ、早かったのを遅くできるように変えてったんですよね。でリズムを作るようになったんですけど、あのね、逆に見てほしいのはね、僕が早い時だけ遅く投げる人がいっぱいいるんですよ、リズム崩しで。それになんかいちいち、ね、相手してたらめんどくさいから、もう遅くも投げれるよって。具体的に誰ですか誰ですか。いや、いっぱいいます、いっぱいいます、いっぱいいますよ。いっぱいいます、いっぱいいました、いっぱいいます。ジャパンのセッパーも攻略法をねやってくるんですよ。まあ別にいいんだけど、最速ブラック好きでした。ジャパンのセパンも50ダブルアウトだと、うん、まあそれはそれで、多分それはそれでいいと思うんですけど、長く見たいかなっていうのがあるかな。マスタードはマスタードでまた面白いんですよね。面白いんですよ。ありがとうございます。結構試し投げに行った時、ラプターシリーズ発売されるたびに投げてましたけど、どれもいいバレルです。ありがとうございます。わ、まさかのワンチャン。最速ブラック、危ない。いつもね、574%かどっちがいいか分かんなくなるんだよな。まあでもブル20の方がいいか。あ、違う、また間違えた。お願いします。心の声が漏れちゃうな、このマイクがあると。ナイス。さすがに100は無理かな。96まで行きましたね、最高。西吉さん、ジョージさんはもともとパンプイットのお二方と交流があったんでしょうか。え、まあ、それこそね、これですよね、 YouTube でです。 YouTube のこのダーツライブホーム配信で、ダーツライブホームの配信で僕らがちょっかいかけに行って、あ、なんか知ってるみたいな感じで言われて、今度逆にこう対戦とかしてて、葵がまあいい練習相手みたいな感じで、ちょっと最初、うん、たまたまポコって勝ってそうそうやってくれてたんですよね。うちらはもう本当売名のために行きましたから、もちろんもう行くべ行くべっつって配信中に乗り込むぞっつって、なんなら最初の頃配信合わせたりとかね。あ、だから、あーやべ、だからか。そうだから、なんか最近合わないなと思って、
まあ、でも僕が不定期でやっちゃってるからあれなんですけど、そう最初の頃あのコロナの頃で結構頻繁に配信してたんで、そうですね、ジョージ君配信しだしたらやるやるぞやるぞっつってうわー今のもったいない、今俺超ブミスしたのに。ダーツプレイヤーにマイクつけて試合してほしい、あのジャパンとかで、ね、確かに怖いよそんなの、ブツ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 言ってる人いるからいやそう、いや本当にね、いやあのね海外の選手はマジおもろいっすよ、あのみんななんかその我々の常識とは全然違うあれで生きてるから言っちゃいけないことしか言わないみたいな、言葉わかるからですよ、ね、俺だと言葉わかんないから、いやもうね映画とかで見るような言葉だからわかるっすよ、パッとシッといやもうめちゃくちゃ言ってます、いやなんだっけラグビーの審判、あなんかマイクついてるもんね、あれすごいいいなと思う、うわバカすぎる、どうしよう、うわどうしようこれ超バカみたいになっちゃった、うわ無駄なことした、おお、ラッキーと思ったら、素晴らしい、ダーツライブハウスさんなんであれですね、ホームピーですね、おホームピーさん、ホームピーでいいのかな、こんばんはいらっしゃいませ、うん、いらっしゃいませいらっしゃいませ、わまた同節が90人まで増えました、ぜひおしゃー、ストマケ、あやったやっと勝ったでも 3-1 ぐらいで負けてる、ホームピーさん明日はよろしくお願いします、ぜひお待ちしてます、この間ホームピーさんを取材したことがあるっていう、あファミ通の人に会いましたよ、もともとはそちらの方ですからね、ホーム P は、買おうとしたら G4 かな、あ買うとしたら G4 かな、初代ラプターも好きなんですけどどっちかで迷ってます、いい迷い方だと思いますよ、初代ラプターと G4 どっちを買おうか迷ってます、いやー太いのが良かったらG1、 太くて重いのは、まあ、両方あでちょっと細めが好きだったら、細め長めが良かったら G4、 G4 ラーメンみたいな太さとか、まあ、多少の違いがあるみたいな、そこで選んでもいいんではないかと西谷ジョージ選手謙虚ですね、両方買ってくれとは言わないいずれいずれ買ってもらえれば、買ってくれとは言わない、いずれ買っていただければ、ありがとうございます、お願いします、お願いします、ゆうちさん初見です、こんばんは、この間遠隔ログインありがとうございました、ありがとうございます、もう一回やりますんでね、もしや欲しい人いたらまた来週あたりやりたいと思ってます、ホームピーさんぜひ、ファミ通の人ダーツめっちゃうまかったっす、あそうなのうまかった、仕事しないでダーツばっかりやって、いやあの人たちはゲームが仕事なんで、あそっかそっか、うわあ新垣結衣さん、ブル狙うとしたら目線はどこ見てますか、ブルですよね、そうですよね、そうですね、ブル練習でたまに他のとこ20トリ見ながらブル投げるときもありますけど、明日はジョージさんは明日はですね、ちょっとご家庭の事情で明日どうしても帰らなきゃいけないですね、明日のお昼ぐらいまでにはじゃないともう大変なことが起きてしまうちょっとあれだ、家庭崩壊につながりかねない子供の誕生日なんでもっと無理なんですよ、まあでもホームピーサプライズありますんでぜひ楽しみにしていてください、ホタテさん買って自分の手で試してくれっていうと昔の攻略本みたい、ちょっとくしゃみ
最高同節更新しました。97名ですね。おお、素晴らしい。ちょっとこ100はいいんだ。あ、96になっちゃった。あ、俺が映ってる。いやいや、トンパチでよかったんだな今のは。トンパチ残してなくていいのか。お二人のインナーブル率ってどのくらいになるんですかね。多分ブルに対して3割4割じゃない、4割ぐらいかな。うわー、これはいかん。あ、ブル100回で40回。あ、違う、ブル率、インナー率どこで見れるんだろう。こういう数字を見てないからよくないんかな。見ない方がいいです。100いけそうですね。いきそうなんで、あの皆さんなんか適当に2台データ携帯持ってる人はもう1台とかパソコンと両方つけるぐらいでいいんで。01で出てくるんですか、インナー率って。01のブル率見るとインナー率もあるんで。33、多分そのぐらいですよね。おすごい、同節101、素晴らしい。わあ、おちぼさんありがとうございます。会社携帯でつなげつなげじゃねえな。いやー、外したか。読めない。101いきました、すごい。お、おめでとうございます。いきました、ありがとうございます。すごい、100人、同節100だって。おお、すごいな。ありがとうございます、ありがとうございます。たけるくん、ありがとう。今度たけるくん出た時はね、300とかいったらね。300いったらもうジョージくん泣いちゃう。300いったらもうあれじゃないですか、もうそれで食ってた方がいい。すごいね、同節100だよ。おっと、いいのか。画面を写真撮る、すごい。いやいやいや、今の今のうちですよ、見てるの。これあの今の決めらんないの、よくないな。配信終わったと同時に僕はこれを収益オンにしますんで広告が出てきちゃいますよ。後でやるんですね。後でやります。見てるときはもう生配信見ようとして広告が出ると切っちゃうんですよね。ああ、僕なんか設定の仕方がよく分かってなくて、なんか全部オンにしちゃってるんですよね。なんか配信は1回1回オンにしなきゃいけないんですよね。あれ、あ、いやなんか1個ボタン押したら全部オンになりません。あ、そうなんだ。それだけやってるからなんか何が起きてるか分かってない。どうすればいいかな。3回戦つなげました、ありがとうございます。もうそれでもいいんです、3でも4でも、もうここの数字だけ。もうとにかく今はもうあれです、正直レーティング 9.98 の人がもう10になりたいって言って、0はもうとにかくサンバルでやろうって言ってるのと同じ気持ちです。いやいや、サンバルでやったら大体落ちるっすからね。めちゃくちゃ落ちるっすから、ね、そんな気持ちでありがとうございます。わー、強い。平川さん初見です。皆さんのレベルだと01やるとき残り残り点数何点くらいからアレンジ意識し始めるんですか。300点台じゃないですか。トンパチ2回で上がれる数字とか360、だいたいトンパチを抜いた分ぐらい、残り300点からトンパチ抜くと、あ、120、それは違うわ、360か、360からトンパチ引いたらトンパチ上がれるんですよね、360からか。じゃあ400何点、500点ぐらいの時にちゃんと360を残せるかどうか、うん、まあ必要であればアレンジっていうよりもラウンド2ラウンド、残り2ラウンドでも先行、残り2ラウンドっていうかセパこれ今ある数字から最短ラウンドで上がるよう上がれる数字を作っていく。お願いします。ただ基本的にもやっぱブル狙ってると50ずつしか減らないんで、
あ、50ずつ減らしてたら足りないなと、そこで20取りを狙わなきゃなとか、そういう感じですね。ナイス、トンパチスタートでございます。第4次プロトンパチスタート、素晴らしい。近い、こんな、そう、アリーナさんですあれ、試合中、大会でここにいたら怒られますからね。全然、下がってくださいって、これ。心配に近い。謎のポジション。あ、なんだ、なんでしょう、12ダーツしたらスパチャします。セパで、セパ12ダーツ。セパで、ファット、ファット。セパ、セパですね。あ、モンピーありがとうございます。リツイートありがとうございます。リポストありがとうございます。ツイートありがとうございます。お、なんか七丸でね、多いぐらいだとナインダーツ出しちゃう。シエさんこんばんは、いらっしゃいませ。今日は豪華で、お、豪華ですよ。うのチャンネルで見ましたが、西谷プロは肩の延長でブルに合わせてるのですか。肩の延、肩の延長って言ってたかな。ああ、あ、これ肩の延長って言ってたっけ。肩の延長、肩、肩が西谷プロは延長します。肩の、多分ね、多分説明したのなんて言うのかな。それもう一回見てみましょう、うのチャンネル。いや、あのね、たあの、こういう感じですよね。自分の腕の通り道をちゃんと把握して、それと自分の目線とこれが全部合ってる状態です。うん、目線と的と自分の腕の通り道が、これが腕の通り道が合わせられると、もう肩の位置がいつもと同じ場所にあるっていう。あ、なんかね、なんか言ってたな、なんかね。まっすぐ構えてまっすぐ投げるのが難しい人は肩で合わせたりこうやってやるといいよみたいなこと言ったつもりだったんだけど、なんか目線で引けばまっすぐ引いてまっすぐ投げれるよみたいなこと言ってる人がいて、その話はしてないって思った。そのできる人には説明もともとする気ないしと思ったなんかあの、たまに初心者初心者講座やってる時に、いや俺できますけどみたいな人来るくる、もうあれは本当にやめてほしい本当にやめてほしい。僕にもきついし初心者にもきつい、うんね、なぜか反発してくる人いるんですよね。いや、わかんないですよ何なんだか。あ、じゃあもうどうぞご自由にってか 言っちゃう。今だって教えてほしいですとか来て、なんとか教えてあげたいっていう善意の人がいる状態なのに、間に入ってきて、で俺できるけど、そのやり方じゃなくても俺できるけどみたいな人はマジで、なんか俺どうすればいいんだろうってなる。どうぞもうマジでそれをね、昔から言ってる。どうぞってなるの、本当にいるんですよね。いるんですよ。わざわざお金を払っていや、それね、本当に俺もいつも言ってるのに、その教えてくれる人に反発する人とか、いや、まあね、自分が聞きに来てあれだったわ、私もね。サクさんいらっしゃいます、ありがとうございます。ナイスナイン、もうさっきからもうナイン、もうナイン、もうお腹いっぱいですいやー、ちょっとナインマークだらけで、もうお腹いっぱい、胃もたれするぐらいですね。 K フレックスにやり始めてるな、体が。効果は それに8って書いてくれるんですか。あ、でもあれですよ、会社一緒なんで大丈夫です。まあ全然問題ない。あ、一緒じゃないんか、違うのかな。会社販売元は一緒かな、どうなんでしょうね、詳しくは分かりません。 K フレックスはターゲットから出てるんですよね。8フライトは8フライトから出てて、あ、そうか、まあ、どっち使ってもいいって言われてるで大丈夫だと思います。まあ大元は一緒なんで、ほらないナイスベッドでございますね。おお、お腹いっぱい。うわ、でもすげえな。おわい。じゃんじゃ
ンジャ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 ン聞こえません。はい、さあここオーバーはしたけども、うわマジ1点負けてる、1点負けて先決め。迷ったもんね。これ一番いかんやつ。メリハリちゃんとつけない。うわダブルでオーバーしました。ワンビット挑戦したのは見えました。こっからスト勝ちした。またおスト勝ち 2回連続スト勝ち。いやスト勝ちスト負けスト勝ちっすね。どうぞ。レベルがハイでございます。今のセパだったっけ。ドリンクどうですか。ドリンクどう。ちょっとドリンク飲みますか。ドリンクそっちもうないの。ドリンクモンスター。今同節94名。さっき104までいきましたね。104差し入れ差し入れここ差し入れまだ全然残して。明日用事あるので落ちます。ではありがとうございます。お付き合いありがとうございます。アーカイブ残るのでもしよかったら最後後日見てください。おおセンタービッツセンター抜く抜くもん。西谷プロに質問です。グリップで絞るときに何か気をつけてることありますか。僕はこうぐるって回して絞るんで、毎回同じようにできることじゃないですかね。やっぱちょっとやっちゃうとなんかちょっと違うやり方で毎回やっちゃうとちょっとダメなんで。これはファットだよね。明らかに指の当たる位置とか違うけど投げちゃう時ってありますか。まあ、そういう時もあるんですけど、なんだろうな、絞り始める最初の状態っていうんですかね、グリップが最初の動き始める前のグリップの形がいつもと同じじゃないとやっぱ同じようには動かないんで。そうかそうか。最初が重要でこっからくるくるっと。まあ慣れたらね、本当無意識でできるんで。うん。意識すると逆になんか変な。あとなんかぐるって回すのって、そうなんていうかな、慣れてくるんですよ。最初は上手にできないです絶対。そういう風にやらないんで、なんで結構いっぱい投げてたら自然に自分の形みたいなのができてくると思うんです。昔こうやってたんだよな、くるくるってやってたんだけど、指が同じ動きをしなくなってしまったんで、このくるくるをやった状態から持つように。持とうとしてる時に俺はもうここでもやっちゃって最後の形にしてから、これをやってると指が毎回立ったり寝たりとかぐちゃぐちゃになっちゃう。いやーこれちょっといかんね。上がりを出しました。ただ高校ワンチャンしかないです。いや同じ数字にあえて葵が上がらないと俺は上がるよと言ってないですけどね。言ってないですけどあえてそういう数字に合わせてきたわけではないですね。あーあブラック出そうとしたな。You require 140. いいやマジ。
ああ、フル使わずに上がるぞと。いや、こういうのだよね。見てて楽しいし。こういう。全然スタッツ追いつけないんだけど。なんで？意外にあのライブホームのスタッツ低いですよね。ああ、僕なんかライブホーム17になれなくてずっと頑張ってたんですけど。喋りながらやってるから、ね。あのね、あれ喋ってないんでマイクついてないんで。質問も来てないし。なんか一つ言えることはあの狭い。部屋が狭い。いやこっからここぐらいのあれはないんですよ。ああ。こんぐらいしかないから圧迫感圧迫感がすごいです。喋りながらやってるのはきつい。そもそも右回転で投げてると思ってたんですけど逆なんですね。僕は左ですね。僕は左ですね。右回転、まあ、人差し指親指下に入れる人は大体右回転じゃなくて左回転になります。なんかねこう弾くか。あれは何だ、あれどういう違いなんだろうな。グリップはそっくりでもう右回転になるっていうか右回転投げてる人もいるんですよね。人差し指残しなんじゃないですか。そうなんですよ。上に人差し指がこうかぶった状態で離れていく。親指を残していくとこっちに人差し指を残していくと、あれどうだろう、右回転ね。トヨさん左だったと思うんだよな。右だったかな。後藤くんが右っすね。大枠さん、後藤さんは右っすね。なんか葵がなんかやるかしてるな。大枠さん右。あ、右、え、右、大枠さん右。大枠さん右なんすよ。回ってるところを見ると右なんすよ。右回転の人もいますね。そっと外したら、いや 回転なんだろうな、あの右回転の人もいるんですよ。ザーさんの Z 投げたことありますか。ありがとうございます。右と左が出てるやつ。あ、その違いは試し比べてないですね。試してないです。え、あれ変わるんですか。本当？あの左カットで左回転の人が右回転用のやつを投げると打ち消されて無回転で取れるんですよ。ああ。で左回転の人がその左用の使うとギラ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 ってめっちゃ回りますよ。え、それあーやば。何やってるの。カットでそれさできるやられてるんですか。カットでいきますね。え、見てみたい。あの左回転が緩やかにかかる人とかいるじゃないですか。そういう人でも左回転用の Z 使うとそれにあのね回るフライトありましたよね昔。ああ、こういうなんだっけな、あれジャイロフライト。ジャイロフライトはそれくっつけたらもうグローンってゲイモン火吹くかもしれない。グリップ絞るのにチャレンジするけどフォースタンスでいう B タイプは向いてないと言われて諦めたからやんややれるの羨ましい。フォースタンス理論で B タイプは向いてないと言われた。うん、まあ言われてそれを信じるんであればそれでいいとは思うし、やってみようと思って努力してできないことはないと思います。それが自分に合ってるかどうかはまた別として、それがナイスナイン。ひひずんだ欲しいな、やっぱ壁紙。馬出しても何も言わないですよ。20人だけ19人って言うだけです。配分にお願いしてずんだもんはなんかもうアワードとか全部揃えてくれってもうどうしてもお願いしよう。残りの点数とかも言ってほしいですよね。ゲームオンとか。あーゲームオンなのだ。かわいいですからね。やってほしい。いや、なんか配分にっていうかダーツライブか。明日ホームビーにお願いすればいいんじゃないですか。ホームビー
ずんだもんをロボに登録出してほしい。レベル13とか14とかで。いや、わかんないけど。何日しか出さない。やばいな。Kフレックス使うと俺投げるスピード速くなっちゃうかも。早いっすね。昔に戻ってしまうかもしれない。いやー、やっとモンゴルの負けを2に戻し、何残り、あと2回勝てばプラマイゼロかな。これ今はパッと、あ、そういうことか。パッと次セパ名残です、ね、コンドルの名残、あ、そういうことですね。あ、でもなんかジョージさんのスピード速い時と遅い時気分のような気がして見てて気持ちいいですね。わ、今めっちゃ狙ってんなっていう時と、でも俺も昔日本で速いベッドって言われたことあるんですよ。PDC のラピッド分かります？はいはいはい、あの人めちゃめちゃ速い、あれ最速なんじゃないかな。めちゃくちゃ速いですよね。あ、確かに、なんか止ま、一回も止まんないですよね。なんなんなんで終わりっすかね。これイラガーももっと速かったじゃないですか。速かった、速かった、めっちゃ速かった。イラガー昔1投目投げて着弾する前にもう2投目投げてたことありますよね。そんなことできないそれは無理でしょ。それできないっしょ、それは。そのぐらい速く見えますよね。それやばいっしょ。それもなんか違うびっくり人間になっちゃった1投目を2投目がこう追い越すみたいな追い越しちゃう。何勝何敗か全く見ない。あと2回僕が勝てばプラマイゼロです。負け越してます、まだ負け越してる。レグは覚えてない。レグは。96。カバー。19のカバーに。必ず7取り。負けてるんかいとか言って。負け越した。高さん。前半に3連敗したのが全く取り返せてない。まあ。最初がそのね、やっぱアウェーなんで、ここ葵のホームなんで、この部屋で一番投げてるのは葵なんでいいな、こんな部屋が欲しいな。ジョージさん頑張って、葵死ねって書いてある。ひどすぎるでしょ。書いてない、ひどすぎる、書いてないよ。逆に葵千葉で練習しようって書いてあるんですよ、高さん。広瀬だな。え？広瀬高久でしょう。広瀬くん？広瀬しかもツイッターにコメントしてくるってことは仕事中だろ。仕事中だろ。広瀬くんどっかでプレイヤーやってる日なんじゃないの？そうか。西谷くんの。あ、バレた。バレたとか言って。あら。広瀬くん、ありがとうございます。なんとチャンネル登録までしてくれるなんて、ありがとうございます。やばしてるかな。やっちゃっ出なかった、大丈夫だった。広瀬くんと同じ年、同い年ですね。 ありがとうございます。みんな見に来てありがとうございます。いや、俺
俺広瀬くん一時期大好きだったんだよな、あの飛ばし方一時期だった。大型はね、もう綺麗ですからね。怪我がね、もう良くなってきてるだろうから、もうそろそろ調子が戻ってくるだろうけど、で一時期大好きだった。その真似して結局たどり着けないから無理と思って無理無理無理。いや、マジ大型綺麗ですよ。バラッツさん、バラッツさん、ホームってこんなに反応いいんですね。スマホの性能のせいかうちは時差がある。Wi-Fi を5ギガ帯で設定してますか、接続してますか。ヒロさん寝ます。アボイさん今度腕ちぎれるまでお願いします。いや、もういつでも腕ちぎれるまで、なんならもう右手一本あげます一時期ってなんかへこむ。いや、違う、自分がなんだなんて投げ方を今でも好きですよ。それはもうこの間、いやでもね、なんで分かってもらえたと思うな。でした、でしたで言われる時が一番ね、分かりますよ。いや、そうっすよね。私、どっちかというとその選手のファンとかそういう立場じゃないんでいやでも、あれっすね、僕もよく言っちゃうよく言っちゃう、でした、でした、でしたみたいな。なんか正確に言おうとするとそうなっちゃう。そうなっちゃう。投げ方に憧れて飛びとか投げ方見て真似して研究したけど無理だったんだよ。だって本当に無理だった。広瀬に聞いてもどうやって投げてんのっつってもなんか普通にこうやって投げて左回転回ってるから左回転かけてんのっつったらかけてない。嘘やん。かかってるのに。なんだろう、本当無重力かもしくは真空の間をスンって飛んでってるような。大城さんとね、なんかねフルレグでインナーかなんかの打ち合いした時やばかったそうね。気持ち悪いやつ緊張とかないんかみたいな、インナーまくりないみたいな。見た見た、攻めた。このただリスキーなプレーただリスキーで外したらすぐやばかった。あ、そうなりますね。どうですか。あっ、おい、来た。これはただのラッキーなんだけど。森谷さんこんばんは。今日は豪華ですよ。森谷さん今日は豪華ですよ。さっきも言ったんですけど、ダーツライブホームの推奨として Wi-Fi を 2.4 ギガ帯じゃなくて5ギガ帯で接続してくださいっていう推奨があるので、携帯 Bluetooth ですね。 Wi-Fi じゃなくて Bluetooth ですね。ま、5ギガ帯なんだ。あ、じゃあ Bluetooth じゃない、 Wi-Fi だ。うん、5ギガ帯で反応をくれたりとかご反応したりとかするんで、キャッチが15だった。5ギガ帯でっていうのが推奨でちゃんと書いてますんで、5ギガ帯をやってみてください。危ない。あ、葵もう勝てなくなってきた。お、葵くんはもしかしてあれじゃないか、体力が持たないんじゃねえか。これはだから入れ替えて前で体力なくなってんじゃないか。まあね、今日一日仕事してきたしな。そっかそっか仕事、あ、待って、今セパだった。トン吉さん、ダーツがどこまでもビューって飛んでくのすごいなって思う。本当に重力に逆らう。なんか飛びず、トン吉さん、トン吉さんは真似できん。トン吉さんトン吉さんは真似できない、マジで。ただ、あの人は冬弱いっす時弱い。トンキチさんめっちゃ、トンキチさん緊張しない、だってあの投げ方超繊細じゃないですか。え、なんか緊張しないですかって言ったら、あの能代工業かなんかですよね、バスケの、あの、あのスラムダンクの湘北 の, あの最後戦った山王のモデルになったとこの選手だった、バスケ選手だったから。大学まで活躍してましたからね。あ、そうなんだね。バスケ活躍してましたよ。そのなんかバスケット時代がきつすぎてダーツでプレッシャーは何も感じないとか言って鍛えられてるみたいな。僕一回勝った時は、会場の真冬の北海道の真冬の試合で会場の暖房がついてないっていう状態で、北海道で暖房なし、上着着て試合して OK です。上着着て試合して OK です。意味が分かんない。上から北海道が配られたんです。その時にトンキチ
こうじゃないですか、はい、これがこうコロコロするんですよ、ここでここコロコロして爪で引っ掛けるんですよ、はい、ストップなんですよ、手冷たくてもこんなって投げれなくて勝ったっていうそんなことあるんだ、やばい、北海道で暖房なしの試合とかやばいな、運営暖房つけ忘れたんですよ、で朝一つけたところで温まんないんで、あ、そっか遅いんだ、もう3時4時ぐらいなんでやっと暖かくなってくるぐらい、逆になんかオフロードじゃないけどそういう風が強い大会とか、あ、でも面白いかもしれない、前もってまあ、誰も出ねえかそんなのギャグだ、いやでもアウトドアダーツ選手権とかあってもいいかもしれない、ああ雨の中ビーチダーツ、ビーチダーツバレルどっか消えるやつあっつって掘ってますみたいな、雪のとこでダーツやって3本なくしましたからそれ春取りに行ったら1本しか回収できなかったA フローブラックラインシャルフ広瀬隆さんモデルも素敵ですよ、素敵ですよスカーフじゃないのあれ、シャルフっていうの、え、シャルフですよ、俺スカーフだと思ってた、シャルフっていうんだ、シャルフです、シャルフっていうんだ、あれシャルフ、俺ずっとスカーフって言っちゃった、シャルフです、アマメさんじゃなかった、アマメさん、うん、こんばんは、アマさん、こんばんは、オラフさんこんばんは、いらっしゃい、シャルフだよって怒ってますよ小島だよみたいなノリでシャルフだよって、でもな、俺結構前から言ってるけど誰も訂正してくれなかったよスカーフスカーフって言ってた、岩手にいた頃は真冬の体育館バスケは地獄でした、寒いですね、もう手痛いんですよ、想像できないもん、パス回しの練習っていうかパスの練習すると痛いんですよ、月指地獄なんじゃないですか、全員すぐ月指しそう、めっちゃ月指しそう、なんで配信で突っ込まないといけないんだよだって確かにシャルフいや、シャルフです、わかりますか皆さん、ここに今いるの広瀬隆久選手ですよ、広瀬隆久プロ、すげえ、仕事中じゃないの、だからコメントしてくれるときいつもプレイヤーどっかでプレイヤーやってるときの気がするんだけどホームじゃないんですか、あのオートボーイかな、すごいっす、いや、すごいっすか、アムアムさんでした、すいませんいや、大丈夫です、もう覚えました、アムアムさんですね、今帰宅中です、だってバイクで帰宅してる最中にコメント打ってくれてバイク運転中は良くない葵さんいつもと違いますね、違うくないよ、覚えるえ、違う？汚い？いや、体力じゃない？絶対前半戦より明らかに打ってないね明らかに前半打ってたけどね、確かに、やっぱあれか、トップとの差はこういう疲れのところにもあるから、まあちょっと言い訳させてもらうと、昨日3時半まで葵と、ジョージ君、まあうちの店でこう喋りながら一緒に投げたりとかしました、ジョージ君今日1日休みでマッサージも行ってます、あ、そうです100分のマッサージ行ってますね、対腰式マッサージで、まあそれに関して葵は今日1日仕事してました3時まで店にいて、それからちょっと2時間3時間寝て仕事行って今に至るです、ずっと投げてますお疲れ様です、ちょっと俺から言い訳するのもあれですけど、ちょっとかわいそう、かわいそう、差がね今日10時にやべえ。あ、マジモード感がいつもと違いますね、真剣ですよ、真剣なのっていうかマイクがついてないんで喋ってないだけ僕は対腰式マッサージで
体の可動域がめちゃくちゃなんか軽そうだもん、ね、ねじれる。まあまあ5日間連続イベントだったんで大変。今日で6日目ですね。ジャパンプロって仕事しながらの人どのくらいいますか？あのほとんどが、ほとんどがですよ。ほとんどが仕事しながら、まあダーツバーで働きながらプロツアーを回ってるとかダーツ関係の仕事をしてるっていう人も多いには多いですけど、普通の一般のサラリーマンとか公務員とかもいっぱいいますよ。公務員はそんなにいないか。でも今いるんやけどな。公務員はそんなにいないわ。普通のサラリーマンいっぱいいますよ。ね、なんか上に行くほど仕事しない感あるじゃないですか。してないことはないですけどね、みんな。そう、店やるとか店の経営者になっちゃう人が多いですよね。あー、でもゆひくんとかは普通に葵と同じような仕事っていうか、葵よりもっと。あ、そうそうそう、まあ、あれもスポンサーのところに入ったんじゃないかな、ゆひくんは。そうそうそう、だから結構いいサポートをされてると思いますよ。葵の会社もね、サポートしてくれる。ドロー、ドロプラマイゼロになったじゃない。プラマイゼロです、これで最後。こっからこれで決めますか。最後、これ最後にします。え、最後にしちゃう。時間的に2時間超えて、もう12時超えてますよ。あ、12時超えちゃった。あ、じゃあ全然うちらはいいんですけど。じゃあゴレグにしますか。明日9時の新幹線帰る。確かに確かに。待って、ゴレグ、ゴレグのファットでいい。ゴレグファット最後、ちょっと真剣にファットで。あ、俺もう大丈夫、モンスター飲んで、飲まなくていい。差し入れ。モンスターあんまりいっぱい飲めない。葵はいつも昼食してますよ。昼一生懸命働いてから夜見せて練習して。やっとまともな函館に来て、やっとまともな仕事につけたの。今まで本当なんだろうな、おばあちゃんと一緒にジミー加工してたりとか。葵君って何やってるの。もともと工場で働いてたんですけど、そこ辞めてから仕事ないんですよ。資格も何もないんです。函館で。あ、ちょろちょろっとして給料やるわ。手取り5万円とか。え、そんなことないでしょ。ガチ近いよね。え、1ヶ月働いて。いや、1ヶ月働いて5万円ってもう、いや、それあれじゃないですか、ゴリゴリのゴリゴリの。いや、だからもう昼までの仕事とか。犯罪じゃないですか、それ。労働基準法違反とかのレベルじゃない。もう労働とはみたいな感じじゃないですか、もう。いや、フルで働いて5万円昔13万円でブーブー言ってたのがなんかバカみたいだな。生活できないやん絶対。広瀬プロありがとうございます。また北海道で私はお会いできると思いますので、ぜひお待ちしてます。 Wi-Fi でつないでみます。 Wi-Fi で Wi-Fi 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 の 5G というか 5.0 5ギガ帯。 5G というとちょっと語弊が全然生まれてしまう。ダーツって時間忘れてしまいますよね。そうですね、昔はもう投げて気づいたらそろ外明るいって、あれ今日仕事だなと思って。ありますね。朝4時5時まで投げてそのまま家帰ってお風呂入って会社に行くみたいな。ナイス。トンパチ180残り。なんでやねん。せめてこれでうわうわ。
いや12時間ブルレンして12時間メドレー付き合ってくれる人が欲しいです。12時間同じ人じゃなくてもネカフェに12時間いれば入れ替わり来るんで分かります。来た人来た人捕まえればいい。You require 103。危ねえ。危ねえ。アブネーダウト6ラウンド。高校は6ラウンド目は回ってきませんでした。よし、今のが決まらないと。隙を見せてからのナインマーク。わマジで。やっても。過ぎてもまだ90人。すごい。昼食やってそんだけやってこんだけダーツ練習してますよ、まあ、尊敬はしなくていいですよ。うわ、でもダーツのプロとかはもう本当やってもみんな昼間仕事して夜、お金と時間がね限られてる人は寝かせても一人で黙々と投げてる人もいるし、対戦したくなったらどっか行って対戦したりとか、とその辺も練習メニューとかスケジュール組んでやってますよ。誰一人楽してプロになってる人いないです。ナイスベット。早くね葵くんが活躍して、私を楽にさせてください、ね、活躍して葵くんが函館のラッキーピエロとかつけて。そうそうそう葵はスポンサー料で食ってもらって、イベントは俺を通してもらうから。50%。イカ釣り船、イカ釣り船。葵にいくらや、2割。吉本興業よりいいでしょ。でもなんか名産品がある地域の人はスポンサー、一口スポンサーみたいなのあるじゃないですか。なんか応援グッズみたいな。でイカを送ればよくないですか。もうイカ取れてないのに。あ、いや、まあ、今日は取れてないですけど。なんか名産品送るのありだと思うんですよね。ふるさと納税じゃないけど。今日いましたよね。イカがいなかったの。イカね、朝一にイカが一匹もいないっていう。やべ、最近いないんですか。もうここ5人ぐらい。え、そんな感じで。もうやばい、イカが全然いないんですか。だからお箱あるとイカ取れないんで別なのに切り替えてきた。あ、そういうこと。ブリと か, だから昔は寒ブリって下だったじゃないですか。ゲーム海水温が上がって、今度富山とかあっちの寒ブリが取れないんで上に来てるんですよ。富山クラスのカンブリで美味しいのが取れるような、美味しいのが取れるようになったんで、そろそろ戻りぶりがすごい美味しいのが来ますよ。僕もなんかあれしよう。応援だるま。だるまってなんすか。応援だるまを。姫だるま。僕地元群馬高崎だるまがあるんですよ。ちょっとオリジナルだるま作ろうかな。誰喜ぶの。だるま欲しい人。だるま欲しい人います。正直ぐらい。いやなんかスポンサーとか、なんかちょっとそうスポンサーとかしてくれた時になんかお返ししたいなってのがあるから。いやでも実際だるまもらってどうぞって言われて、いらんか、だるまいらんか。あ、どうも。じゃあやっぱイカ、イカ、イカ、イカ。
家投げやネッカフェ中心で練習していると大会会場で投げるとボードがすごく遠く感じてしまいますが、何か克服する方法ないですか。いろんな場所で投げましょう。同じ場所で投げないでいろんな場所で投げましょう。メジャーネカフェ、メジャー、あ、メジャー持ってね。メジャーと水平器、そうですね。ネカフェはメジャー持ってった方がいいですよ。測った方がいいです。あの人何やってんだと思われるかもしれないけど、あの一回測った方がいいと思います。ナイスベット。ジョージさんのサイン入りダルマなの欲しいかも。でも1個もらってば満足ですよね。毎年1個ずつ送られてきたら大変なことになる。姫ダルマ。ダブル A で満足せず SA 目指して練習しよう。そうですね。もう SA 目指してどころかもう 18.99 までいくぐらい。もう数字もそうですけど、あとはもう試合でこれは戦略が外さないっていうのを目標にするともう終わりがないんで、もう一生ダーツ漬けです。人生ダーツで狂わされます。なあ、激アツ対戦ありがとうございます。ジョージさんかわいい。やべ、毎年1個は置き場に困る。そうでしょ。ダルマいらないか。スポンサーしてる人に送ってくるってことは毎年毎年1個作る。10年ぐらいスポンサーしてたらもう10個埋まっちゃう。さあ2対1青いがピンチです。ピンチです。引き目が左目、あ、引き目が左なんですが意識してないのですが、骨格の問題なのか18が苦手で何か意識するところはありますか。私の見解を言わせてもらうと、こう単純に右にずれて投げてはどうでしょう。右上にあるから苦手なのであれば、単純に右にずれると真上にある。どうですか、ダメですかね。それじゃあはいてるよ。違うものが変更されるなら。うわー、マジかよ。ちょっと量子化しようダルマになったのも結局1個ですよね。あ、アムアムさん名前変えてくれました。あーっと、西が上がり目トライしましたが出ませんでした。私もちなみに左目利き目ですけど、別に投げづらいとかないけど、もうあと合わないときは横にずれちゃうかな。本当に18が苦手で利き目左だから遠いっていう意味かな。テイクバックの位置かな。なんだろう、カン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 、ライブホームのセグメントが割れそうなんですか。今そんなに別に強いわけじゃないんで大丈夫だと思いますよ。やっ、あー、やっちまった。やってもうた。 SSKK さん、あれ、ジョージ君おる。なあ。18得意の聖子さんも決め、イエーイ。まあまあ、うん、あ、そうです。いや、もうこれでね、プライチ、プライチ、プライチ。いっぱい投げてちょっとプライチ後半1回勝ち越した。青井が座り込みました。
だったらちょっとレーティングが何になったか見たいね。ナイスゲームですって。どうやったらすごいですね。この時間でもう12時過ぎてもこれ97人も見てくださってると。レアデータありがとうございます。本当にありがとうございます。17でででででであっ10で 0.02 あれば18だったのに、ちょっと3丸やるかとか言ってダダ下がりするやつダダ下がりするやつ